ゴーは日産自動車が製造し、ダットサンブランドで販売している A セグメントの自動車である。2012年3月20日、日産の CEO であるカルラス・ゴーンによって、新興市場向けの低価格ブランドとしてダットサンの復活が発表され、合わせて新しいロゴも公開された。ゴーはこの計画に伴い最初に発表された車種である。2014年から、 インドネシア、インド、ロシアで製造、販売を開始する計画で、ルノー、日産アライアンスのチェンナイ近郊のオラガダムにある工場が最初の生産拠点となる。近年のインドにおけるスマートフォンの急速な普及を受け、モバイルドッキングステーションを装備することで、車両との接続を可能としている。2013年7月15日、インドグルガーオンにてワールドプレミア。 2013年9月17日、インドネシアジャカルタにて、MPV 版のダット3号をワールドプレミア。号と共に、ジャカルタの東 80km に位置するプルワカルタに、ある日産の工場で生産する予定。2014年2月4日、インドのオラガダム工場で生産を開始。エンジンは 1.2L。 直列3気筒 DOHC12 バルブの HR12 ガタエンジンが搭載され、変速機はインパネシフト方式の5速 MT。パーキングブレーキレバーはステッキ式を採用する。なお、プラットフォームは日産が開発した V プラットフォームを採用する。MPV 版の GO については、 エンジンやトランスミッションは同じだが、リアオーバーハングの拡大で全長のみが 3995mm に延長され、3列シート7人乗り仕様となる。リアデザインも GO とは異なり、ナンバープレートの位置がバンパーからバックドアに変更されている。スタイリングは日本の日産グローバルデザインセンターが担当し、技術開発などはインドで行われた。日産 ダットさん復活、新興国向け低価格者で、読売新聞。2012年3月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年3月20日閲覧。日産時が、ダットさんブランドを復活、新興国市場に投入へ。ロイター。2012年3月20日閲覧。カルロス・ゴーン・オフィシャリー・カンファームズ・リバース・オブ・ダットさんブランド・イン2014。 レビールズニューロゴ、カースキュープス、2012年3月20日閲覧。日産自動車、インドにて、新型車、ダット3ん、5お披露目。日産自動車ニュースリリース。2013年7月15日閲覧。シュラワンラジャー、イメージズ、ダット3ん 52B プライスドアンダー4ロックス、アーリー2014ローンチアンウンスト。 インディアンオートスブログ2013年7月15日閲覧ダットゴーハッチバックチェン内の工場で生産開始日産自動車ニュースリリース2014年3月6日閲覧インドネシアにて新型ダットン、ゴーを初公開日産グロナル2013年9月19日閲覧ありがとうございます